今から北京経由でフランクフルトに行きます。なんとか家族4人無事に羽田まで着きました。長女のまゆです。まゆちゃん、まゆちゃん、まゆちゃん、トイレ行きたい。はい、これが直樹です。北京経由でフランクフルトに行きます。ドイツに3日滞在して、それからオランダに行きます。あいにくの雨模様です。まゆちゃんです。やっと検問を通過し、次フランクフルトへの乗り換えです。大変でした。子供たちが騒ぎまくりで大変でした。今長い長いフライトを終えて無事にフランクフルトに着きました。荷物もちゃんと出てきたので良かったです。はい、じゃあまゆちゃんどうぞ。元気なまゆちゃんです。直樹くんです。ホテルのロビーにこれが置いてあります。ちなみにいじってるのは娘です。息子は葉っぱをいじってます。フランクフルトのホテルに着いて最初の食事です。サラダ美味しそう。ナゲットとポテト、サーモンです。息子は眠いのか機嫌が悪いです。娘はガンガン食べてます。ポテト、ね、皆さんこんにちは。サッカーコーチのコーチ倉本和義です。昨日ですね、 YouTube ですぐにライブ配信とか、どういう工程で移動したかってやりたかったんですけど、寝落ちしちゃいました。はい、ここに映ってるのは息子です。おりると言ってます。下ろします。私すごい髪型になってます。今日はですね、ドイツのフランクフルトで、午前中は僕が南国サッカー解消するのに出場している4ゴールゲームを実際に子どもたちがやってるそうなので、それを試合を見に行くっていうのと、その後は移動をしてですね、シャルケ対ドルトムト、ブンデスリーガの試合をですね見に行きます。でこのドイツ滞在中は中野吉之助さんと一緒に回る予定にしています。でその様子も YouTube で公開していきたいなと思ってますので、皆さんお楽しみに。ホテルで YouTube を編集していたらですね、この犯人がなんとこんなことをおっしゃいました。ホテルの皆さんすいません、娘はご機嫌です。ポーズ取ってます。